わしの教え通りにやれば問題はないぞ。お前の相手は花ですじゃんこそ落ちるなよ。花バリアー崩れろ。ダッシュ。転べも伝わってくる。心強いね。ハック。ドンクンドリル。やっダブルスピンエッジ。はい、フラグラスさん。でもリフレッシュ。花バリアー忍者もし花ありがとうございます。アンカーショットパワーチャージ。回復しましょう。いいね。はっ崩れろ。逃げましょう。ソラクそうだ。ゲルモ。バッ。はい、決めてくれ。いきます。はーい。やこのまま気を引き締めていきます。だー、急いで。これも同じ気持ち。いいじゃん。そうぐるぐるーくぐるぐるーくぐるぐるーいったー。燃えてきたースザク。俺は生まれた時からスザクだ。ドリル。俺たちの力見せてやろう。レックス、フォローは任せな。ソードバッシュ。そのままーグーグー崩れろ。このまま気を引き締めていきます。はっ。ほらだ。俺も同じ気持ち。回復しましょう。はっはっ。パワーチャージバッシュ。グーグー勝ったー。ダブルスピンエッジ。守るですよ。モフモフなサポートはもう。アンカーショット。ほら崩れろ。ここで決めてくれ。いきます。フレイムノバヤッハッカーマリア。いいね。花イーグルアイ。ありがとうだもん。私たちの思いもイーグルアイ。見せてやろう。ソードバッシュ。する奴らそこそこの数、それにブレイドもいるよ。小細工している時間はない。大丈夫、今の俺たちなら勝てるさ。そう言うと思った。ま、嫌いじゃないけどね。あと、殺すことが目的じゃないからやりすぎないよう注意ね。敵討ち引き受けたんじゃなかったのかも。方法はいくらでもあるだろ。あんたがそう言うなら了解です。じゃあ行くよ。お前ら武器を置け。町には行かせない。なんだったネラは。ガキどもが何の用だ。待て、ドライバーにブレイドだと。さてはてめえら町に雇われてどうかな。ち、どうやって俺たちの計画を。まあいい。おいおめえら、ガキどもをぶち殺せ。町への見せしめにするんだ。うわあ。よし、やってやる。行きましょう、レックス。行きましょう。おとなしくやらないといけない。バス。相手は花火じゃん。やばい。伝わってくる。マジかの。心強い。大丈夫だ。大丈夫。あったー。俺たちの力見せてやろう。今なら俺たちの力を見せてやろう。私の力を見せてやろう。行っちゃえ。ドライブレーザー。みんな、息は合わせて。まずは俺。いい判断だ。デスウィング。ふん。いや、頼む。ニア様の出番だよ。タイガーレイジ。ゴロ、ハナ、続けてよろしい。ライト、ホイキタモ。エルソワ。スピンカッター。チームタックフィニッシュ。ソプリーム。ホイキタモ。よ。さすが俺たち。ありがとうな。ワイルドファイト。やられてくれ。やっと。やった。クソったり。やばいな。
ス。リバー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 ス。片付いたけど、どうすんの、こいつら。おいでなすったの。そうか、このために知らせに行かせたのか。こいつらを罰するのは俺たちじゃない。だろ？試食の手に委ねる。賢明な判断ですね。となれば、長居は禁物ですね。この人たちのことは軍に任せて退散しましょう。ああ、そうしよう。というわけだからさ、船を盗んだこと多めに見てやってよ。他でもないお前の頼みだ。事情も理解できんことはないが、どうする？まあ、船も無事戻ってきたことだしな。その代わりと言っちゃなんだけどさ、罪滅ぼしも兼ねて紹介でこき使ってくれないかな。こいつらを？まさかアレックス、サルベージャーにしろってか。筋はいいと思うんだ。手先も器用だしな。ね、頼むよ。行くあてもないかわいそうな子供たちだぜ。見捨てたら罰が当たるって。だが、お前ってやつはしゃあない。わかった、プニーさんには俺から伝えておくわ。ただし、最初のうちは衣食住の世話のみ。給料は一人前になってからだ。だってさ、おせっかいだったかな、レックス。よし、みんな、頑張れよ。帰還したわ。みんな帰ってきたみたいだもん。結果に満足して。わかった、私で務まるかしら。ああ、任せときな。
頼んだもん。体の中
みんな出かけるもん。ワクワクですもん。たっ、主人、もっと頑張るですもん。お宝回収。開けるぞ。もう夜になっちゃった。お宝探しの時間だ。ほっ、行ってきまーす。何が出るかな、開けるの楽しみ。いってね、先手を取られた。パワーチャージ！いいね！じゃあな！ククラッチ！
は生まれた時からズタズタ。風向きを変えるぞ。レアカモ13ゴーレッツファイナルディザスターブレイク。すっげーやるな。いただき。慎重に参りましょう。何が出るかなっと。そこ手加減なしで行こう。このブラインドエリアの相手はサイクロンマッシュ。転べも急いで拾いましょう。ワイルドスタイス。オッケー。トラのすぐ後ろで武器を振るなんてひどいもん。当たったらどうするもん。何が出るかなっと。いいよ、相手になってやる。ああ、悪い。しっかりして。くぐれろ。ガチャーン。このドリル、このバリア。もふもふなサポートだって。俺も同じ気持ち。あいつに集中。ワイルドスタイス。やっ、やっ、やっ、ブラインドエリア。もっともっと火力をつけよう。任せて、ブラインド入ろう。心強いね。グングン、ハッ、ドリル、ハッ、スマッシュ、ウィングス、パワーショー。いいね。早く、いくら、スマッシュ。ほら、ハッ、ノバリア。オッケー。やっ、ナカキを助けるよ。おいしいとこ持ってきて。今です、回復しましょう。 SOS ナイトもグルグルお前のこと。よろしくお願いします。このまま気を引き締めていくの。心強いね。どうします。オッケー、ワイルドカッター。一緒に攻撃のジャンプつけるよ。モフモフなサポートだもん。ハッキー、ダブルスピンエッジ。ぐるぐるー、勝った。あんたこそ、マリア。もう一度ならば頑張って。うん。俺たちは誰も止められない。俺たちの力、見せてやろう。一度にぶつけるチャンス。どうしよう。オッケー。だよね。くぐれろ。ダブルスピンエッジ。やっ、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 花。ありがとうだもん。どんなもんだよ。似てるアンカー。いいじゃん。じゃがーん。そこをグランティー。バチです。勝った。アンカーストップ。私にやらせて。
参ります。金属性が雷を出せる。花、ありがとだもん。ドラも随分と腕を上げたようじゃの。本当も、ドラも兄貴みたいになれるも。当たれ、俺たちの力見せてやろう。あげあげだ。心強いね。転べぞ。ワイルドスタイス、ブラインドエリア、ケガが見せ場だ。今なら押せ押せだぞ。この風は俺に返す。敵の邪魔を見せるよ。あげるみたいだよ。もうちゃんともらいたぞ。いいね。どうも崩れろ。どれどれ、俺たちの力見せてやろう。サンサンになったね。ワイルドスタイス、上げ上げだ。頑張りましょうか。これもサイクロンスマッシュ。崩れろ。ドリルモフンハン。いや転べぞ。上げ上げだ。心強いね。いいじゃん。ハッソッ。やブルー、ブラインドエリア、このバリア。花、ありがとうだもん。チャンス到来。人間、お前のこと最高なんだ。やめて崩れろ。オッケー、ワイルドスタイス。ほら急いで行きましょう。任せてください。アンカーショット。いいじゃん。ヒロミネウス、風に変化したようだろ。ヒロミネウス、リワンダーマスター。いいね。もうグングン。ドリル崩れろ。ダブルスピンエッジ。おもも。グルグル。やった。いけ。フレイムナイスモバイ。フレイム。今です。はい、少々。準備 OK。ご主人。OK。頑張るな。ここからが本番です。絆の力。見せて。そうだ。私って。ダッシュ。やっぱすごくない？一気にやろう。はい。いくぞ。いい判断だ。どうだ。メーヌペテ。いや、やっちゃって。任せときなって。メーヌペテ。イガレイジ。ドラ、ハナ、はじけてよろしく。最大ホイキタモ。メーヌペテ。スピンカッター。チーナパックフィニッシュ。準備をかけたモ。ワイルド、ワイルド、ワイルド、転べモ。みんな、お疲れちゃん。スマッシュ、ウィング。いいじゃん。ほら、はい、アンカーショット。あいつに沈んだ。気合入ってる。そのバッシュ。ダブルスピンエッジ。ご主人を守る。崩れろ。どうしよう。モフナサポート。オッケー。ぐるぐるー。はっ。はっ。いつでも行けるよ。そうだ。モフ。バス。マイルド。モノハイラ。これならいいじゃん。ぐるぐるー。ドリル。光を感じる。これがいいから。警戒をお願いします。ぐるぐるー。はっ。ダブルスピンエッジ。いいじゃん。アンカーショット。いいじゃん。逃げられないと思う。いいね。じゃがー。ぐるぐるー。クラッチ。バッシュ。ハナ、ありがとうだもん。
ここが帝国首都か。血が騒ぐも、花のパワーアップに使えるジャンクパーツを売ってないか探しに行くも。ご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですもん。もしもし、あなたはトラさんですか。もうご無沙汰しておりますも。むいむいですも。ん、おっちゃん、トラのことを知ってるのかも。ああ、覚えていただけてないですもん。むいむいですもん。あなたのおじいさま、先祖博士の助手だったむいむいですもん。トラ、それはひどいよ。いえいえ、とんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから無理ないですもん。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだったですもん。なんと、これは人工ブレードじゃないですかも。そうだも、じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだもん。素晴らしいですもん。先祖博士が生きていたらきっと喜ばれたに違いないですもん。むいむい、父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも。研究所が襲われたあの日、私はお使いに出ていて、戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけたんですも。けど盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、ムイムイも知らないんだもん。がっかりするのですも、ご主人。きっと会える日が来ますも。根拠は全くないですけども。皆さん、この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたも。この先に知り合いの宿がありますも。温泉が有名なところで、よければお安く泊まれるように口を聞いておきますも。むいむい、いいやつも。見つけた。おめでとうございます。いただき。心を落ち着けて。ノポンのことはお任せですもん。
さて、どうだった？研ぎ澄まされ分かった。私で務まるかしら。どーんと任せてよ。期待しててね。頑張れよ。到着。みんな出かけるもん。ワクワクですもん。到着。巣作りするのに悪くねえ。タッ、よっと、タッ、タッ、だ。どれどれ。たっ、世界にはいろんな場所がある。
楽だね。本当ですもん。旅の疲れが吹っ飛びますもん。マスモってあんた風呂入って平気なの？錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですもん。花は特殊合金製、錆知らず、オイルいらずですもん。ドラって案外すごいんだね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですもん。ああ、ホモラ先に入らせてもらってるよ。って光？なんで？なんでってダメかしら？いや、ダメじゃないけど。ナイスバディだな。ありがとう。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。で、入りに来たってわけ。忙しいね、あんたら。方がいい。今はそうしてくれると助かる。わかった。じゃあ話さない。悪いね。いいお湯だったね。光嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。堪能させてもらわなきゃ。いつでも変われんの？ホムラに？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。はあ、便利なもんだね。ねえ、今の音何？わかりません。何やら事件のようですが。気になるな。行ってみよう。あって何？え、いや、光だなって。あの子の方がいい？別にそういうわけじゃ。そう。ねえ、提案があるんだけど。どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思う。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。いろんな状況に対応できるようになるのがいいんじゃないかって。もちろん大賛成。俺も君のこともっとよく知りたいしね。何よ急に。私もあの子も基本的には同じだから。そうかな。光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ？辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あそこじゃない？みたいね。